市民スタッフの奥田です。今回は歯の健康について、健康推進課の上谷さんにお話をお伺いします。上谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、奥田さんは11月8日が何の日かご存知ですか？わからないです。何の日でしょうか？実は11月8日は118でいい歯の日です。歯の健康の PR のため、日本歯科医師会が平成5年に制定しました。毎年この日に合わせて様々な歯科保険啓発活動が行われます。健康な歯を保つことによって、おいしく食事をとることができ、健康な体を保つことにもつながります。そのためには毎日のお手入れが重要になります。自分の健康、自分の歯は自分で守るように心がけたいですね。そうですね。虫歯になるとしっかり食べることも難しくなりますね。そうですね。奥田さんは8020運動という言葉を知っていますか？聞いたことがあります。確か8020とは、80歳で20本以上自分の歯を持ち続けていようという意味だと思います。その通りです。8020運動とは、80歳になっても20本以上自分の歯を保とうという運動です。20本以上の歯があれば、ほとんどのものを噛むことができ、食生活に満足することができると言われています。そのため、生涯自分の歯で食べる楽しみを味わえるようにとの願いを込めて、平成元年に当時の厚生省と日本歯科医師会がこの運動を始めました。もう30年以上も続いているんですね。そうですね。この8020運動が始まった当初は、80歳の人の歯の本数の平均は4本から5本で、8020運動の達成者は約 7% でした。しかし平成28年には達成者が 51% を超え、自分の歯で食事ができる人は格段に増加していると言えます。楽しく充実した食生活を送り続けるために、赤ちゃんからお年寄りまで健康な歯を保つことが大切です。ぜひ8020を目指してみましょう。自分の歯の健康を保つことはとても大切なことなんですね。はい、そうなんです。歯がたくさんあるとよく噛むことができます。よく噛むことでいい効果がたくさん出てきます。現代人は噛む回数が少ないと言われています。例えば弥生時代、噛む回数は今と比べ何倍も多かったそうですよ。よく噛むことでどんな良い効果が得られるんですか？それではよく噛んだ時の効果についてお話ししますね。卑弥呼の歯がいいぜという語呂合わせでお伝えします。まずは卑です。肥満防止の効果があります。あまり噛まないで食べると早食いになり、満腹感を得られるまでにたくさん食べてしまいます。よく噛むことで脳の満腹中枢が働き、食べ過ぎを防いで肥満予防につながります。よく噛むことはダイエットの基本です。次は味です。味覚の発達の効果があります。よく噛むことで食べ物本来の味や旨味を感じます。薄味でも美味しく味わうことができ、減塩につながります。また子どもの味覚の発達にもつながります。次は子です。言葉の発音が良くなります。よく噛むことで口の周りの筋肉が使われることにより、筋肉が発達して表情が豊かになります。また顎の発達を促すことにより、歯並びが良くなったり、正しい口の開き方ができ、綺麗な発音ができるようになります。次にのです。脳の働きが活発になります。噛むことで脳の活動が活発になり、集中力が高まります。子どもの知育、高齢者の認知症予防になります。次に歯です。歯の病気予防効果です。よく噛むとたくさん唾液が出て、虫歯や歯周病の予防になります。次にがです。がん予防の効果です。
唾液に含まれる酵素には発がん性物質の作用を消す働きがあると言われています。次に胃です。胃腸の働きを促進します。よく噛むと消化酵素がたくさん分泌され消化を助け胃腸の調子も良くなります。最後にゼです。全身の体力向上効果です。ぐっと力を入れて噛み締めると全身の力が湧き全力を出すことができます。丈夫な歯が体力向上の助けになります。よく噛むっていいことだらけなんですね。何回ぐらい噛むことがよく噛む目安になるんでしょうか。はい、目安は一口30回噛むことです。食事の際はぜひ意識してみてください。わかりました。でも一口で30回噛むのはなかなか大変そうですね。心配ないですよ。調理方法をアレンジするだけでも噛む回数は増やすことができます。本当ですか？ぜひ教えてください。はい、まずは切り方を工夫してみましょう。例えばきゅうりの場合、切り方を輪切りから乱切りに変えると噛む回数は増えます。加熱時間でも噛む回数は増やすことができます。食材は加熱時間の少ない方が噛む回数が増えます。例えば大根の場合、煮物で食べるよりも生で食べるサラダの方が噛む回数が増えます。そして水分でも噛む回数は変わります。水分の少ない食べ物の方が噛む回数が増えます。例えば鶏の唐揚げの場合、みぞれあんをかけるよりもそのまま食べた方が噛む回数は増えます。またいろいろな食材を組み合わせると噛む回数が増えます。いろいろ試してみてください。調理の仕方で簡単に噛む回数を増やすことができるんですね。今度私も試してみます。ところでよく噛むことが良い効果を得られることにつながることは分かったんですが、歯の健康を保つためにはどういったことをしたらいいんでしょうか。一番気をつけたいのは歯周病です。実は歯を失う原因で最も多いのが歯周病です。生活習慣病であるこの病気は、厚生労働省の調査によれば初期のものを含めると成人の 80% 以上がかかっています。暴飲暴食や不規則な生活など日常の生活習慣の乱れが歯周病につながります。毎日のチェックがとても重要です。これは個人の自覚が大切で、予防はやる気から始まります。歯磨きなどの毎日の手入れと合わせて口の中の衛生指導などを行っている歯科医院に定期的に通う習慣をつけるのがおすすめです。私も意識してみます。他にどんなことをすればいいでしょうか。市では各種歯科検診を実施しています。いくつかご紹介しますね。歯周疾患検診、伊賀市に住民票があり本年度末に40歳、50歳、60歳、70歳に達する人が対象です。対象の人には4月末に無料受診券を送付しています。成人歯科検診、伊賀市に住民票がある本年度末で20歳以上になる人が対象です。ただし令和3年度伊賀市歯周疾患検診対象者は除きます。500円の自己負担額が必要です。なお令和4年3月31日時点で満71歳以上の人、65歳から69歳の重度障害者で後期高齢者医療被保険者の人、生活保護受給証明持参の人は無料で受診することができます。妊婦歯科検診、伊賀市に住民票がある妊婦が対象です。自己負担額は無料です。受診の時は母子健康手帳交付時に配布したピンク色の受診券を持参ください。これらの実施場所は伊賀市のホームページなどで見ることができます。皆さんもこの機会にぜひ受診してください。
また自宅で寝たきり、もしくはそれに近い人で通院による歯科検診を受けることが不可能な人は、訪問による歯科検診を受けることができます。自己負担額は無料となりますが、ご利用に際しては事前に伊賀歯科医師会電話 26-1418 までご相談ください。わかりました。上谷さん、いろんな歯の検診があるんですね。しばらく歯医者さんには縁がなかったんですが、一度受診してみようと思います。そうですね、いつまでも自分の歯でしっかり噛むために歯の健康は欠かせません。特に歯周病は虫歯より痛みが少なく、多くの人が気づかないうちにかかっていると言われています。歯周病は口の中だけの病気と思いがちですが、全身の病気、例えば糖尿病や心臓病、脳血管疾患などとの関係性も明らかになっています。健康管理の一つとして、検診による早期発見、早期治療が大切です。この機会にぜひ歯だけでなく、お口全体の健康を見直してみましょう。いつまでも健康な歯で美味しく食べたいですね。それでは最後にお問い合わせ先を教えてください。はい、お問い合わせは健康推進課電話 22-9653、 ファックス22-9666までお寄せください。今回は歯の健康について健康推進課の上谷さんにお話をお聞きしました。上谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。